中日、昨季より5試合早く今季主催試合の観客動員数200万人を突破。中日は29日、今季の主催試合の観客動員数が200万人を突破したと発表した。今季は地方で主催した2試合を含め、29日までに200によらず2840人を動員。今季は62試合目の突破で、昨年より5試合早い。順位なんて関係ないんや。立浪監督で優勝したら名古屋どえらいお祭り騒ぎになるやろうな。人気すぎて続投決定やん。ほんと意味わかんねえよなわら。多分シーズン最初の方の3日転嫁のせいだとは思うが。これを立浪続投の要因にしたらいかん。6位から5位でこの増え幅なら優勝したらすごいことになるな。勝てなくても客増えるコスパ最強球団。とたっつよ名古屋人はみんな支持してるからな。立浪が辞めてもっとマシな監督になったら派遣取れるやろこれ。立浪というキャラクター商法。子供も楽しめる手頃なレジャーとして野球は優秀なんだよ。弱い弱い言われてるけどバンテリン限定なら普通に勝ち越してるんだよな。たまに2桁得点取ったり昨日みたいな快勝する試合も多いからバンテリンだけしか行かない人は優勝チームと勘違いしてもおかしくない。弱いことには弱いけど細川中心に野手育って入るからな。今度は先発が死にかけてるけど普通に細川とか石川とかはファンめっちゃ多い。村松福永はイケメンで女性人気高い。ライデル出てきた時の盛り上がりはやばい。言うて現地に監督目当てで行くか。立浪が見たいだけなら神宮とかの方が近くでよく見えそう。全体の動員が上がってるからな。実は総年俸は多いからコスパは特に良くない。先発以外はタッツが野手の戦力整えて明らかに良くなってるよ。去年って5月6月ですでに借金15みたいなシーズンだろ。万年 B クラスでもさすがにそこまでひどいと客入りも悪くなるってだけやろ。はい続投。